のさ、今日ショールームの番組あるじゃないですか。そう、あれとさ、かぶっちゃうってことに始まる直前に気づいて、そう、7時半からだから、あ、どうしようって思ったけど、あ、タコさんありがとうございます。そう、なんかみんなにもう言ってあるから、かぶっても大丈夫なのかなと思って始めちゃいました。 バラありがとう。そう、今始まったみたい。そうなの。そう、せっかく2人も NGT から出てるからさ、かぶらない方が良かったかも。あ、誰もありがとうございます。そう、良かったかもだけど、ちょっとエッサもあるし、バラありがとうね。そう、始めちゃった。ゼリーありがとうございます。あおちゃんも今配信してる。あ、本当に？じゃあ大丈夫だね。じゃあ配信してもきっと大丈夫。よかった。そう、それだけ。あ、くまさんありがとうございます。そうなんです。そう、そう、今日カラオケするって言ってたから、昨日2100人行った記念で、そう、やろうと思って。でも何歌おうと思ってさ、カラオケ誕生日の日も歌いたいやつを、あれ？書いたんですけど、ほら、ありがとうね。それは被らないように歌おうと思って。なんか誕生日の日は夜公演終わりだから、あんまり長時間できないから、そう、たくさん歌えないと思うから、まああんまり被らないかなと思って。そう、こんばそんな感じです。え、今日さ、チャット、そう、お昼も遅れるってことをすっかりうっかり忘れてて、誕生、あ、だめ、夏休みだったからさ、遅れたんだと思って。そう、ごめんなさい。 明日はちゃんと送ります。そう、遅れないという気分でいた。今日ありえないくらい、なんか、そう。 夏休みとか羨ましい。え、もう本当に最近寝ても寝ても眠すぎて、なんか今日もう20時間ぐらい寝たんじゃないかなっていうぐらい、なんか起きようって思うんだけど、気づいたら椅子とかで寝てるんですよ。もう本当に怖い。 自分でも怖いくらい寝てる。本当に恐怖、これに関しては。そう、新潟涼しいの？え、東京に比べたら涼しいと思います。そう、若いから、え、そうかもしれない。わかんないけど、そう。そうなんです。霞んでる？なんでだろう。カメラ？カメラかな。よいしょ。あ、撮れたかもしれない。そう、宿題？やばいですよ、私は本当に勉強しなくちゃいけないのに。 やばいですよ、本当に本当に。涼しいお部屋でブランケットにから、ね、それわかる。今日でも冷房2時くらいからつけました。寝る子育つからいいこと。そう、今日めっちゃ、え、なんか本当に気づいたら気失ってて、寝るつもり全然なかったんですけど、なんかね、もうめっちゃ寝ちゃってた。怖い。今日バンダイス見た、めっちゃ学生らしい子がいた。そうだよね、きっと。でも私全然お外に出てないので 出るつもりもない。 そう、カラオケをします。40分からにしよう。何歌うか全然決めてなくて やばい、何歌うか全然決めてなくて、やばいので、今日は外出てないです。あ、ありがとう、アイス。ウロミルクティー飲んだ。あれ、おいしい。ねえ、おいしい。よかった。飲んでくれたって。そう、見ました。今日カラオケ、そう、昨日2100人に行ったので、カラオケ。乃木坂兄さんのみさん、ありがとうね。嬉しい。そう。そうなんです。よろしくちどで。ちょっと暑くたら暑くて溶けそう。そうだよね。私さ、窓開けてたら蚊が入ってきてて、気づかないうちに。
しかも蚊と蚊がいるのに気づかないで一晩寝ちゃってたんですよ。もうそしたらめっちゃ蚊に刺されてて、至る所がもう4箇所5箇所ぐらい刺されてて、笑えない笑えない本当に。そう、食料なくなると外出る。え、そうですよ、用事がある時とか。インドアです、めっちゃ。でももうそろそろ外出たいかも。でも用事ないのに出るのはなって感じだから、まあ出ないんですけどコンビニで白くも買った。あ、いいね。ウーバーイーツや出前館使わない。え、使わない、あの節約個人的にする。え、わかる、チートデイめっちゃするめ曲。蚊になりたい、やばい。でも蚊は結局私の手によってあのこの世からさらばしました。無比とウーナどっち派？無比派。そう蚊、もうめっちゃ蚊やばいよ、かゆすぎる。でも蚊を倒すためにもう30分40分くらい格闘して、蚊をこうやって部屋の中探しまくって、そう、やっとね、やっと捕まえることに成功した今日。もう疲れた、顔を追いかけてるのに疲れたよ私。肉の日なので唐揚げ食べに出てきます。あ、今日肉の日か。あ、やばい、40分だ。え、何歌おう、決めてないんだよね本当に。昨日ゆきたん配信したけど見た、見ました、見ました、昨日見れましたそう、石の裏に泊まってたりする。え、そう、壁にいて、でもなんか白い壁じゃないところにいたからめっちゃ探すのに困難だった。しかも一回取り逃したしそう、いたんですかが、びっくりした本当に。歌えます、でも何歌おう歌やるねとか言ったけど、カラオケ何にしようかな。え、めっちゃ血吸われてた、血が入ってた怖かったな。見にくいとか分かってる。え、そうなの、蚊すご、必ず仕留めてやって強い職そうだよ、乃木坂さん、乃木坂さんでもいいな。夏曲聴きたいです。そうだよね、夏曲、乃木坂さんの隠れ名曲。え、もう失いたくないからがめっちゃ好き、もう失いたくないからが一番好き。もう聞いてみんな歌わないけど、そう、バンドエイド、あ、いいね、バンドエイドにしよう。あ、NGT の曲を歌ってほしいっていうコメントが来てるけど、ちょっとそれは公演で やばい、チートデイが頭から離れないバンドエイド剥がすような別れ方。星の数の恋人たちはどこへと行った。君の声が聞こえたような気がして、キュンとしてしまった。風はもう知らないうちに肌寒くて、今一人きり腕を組む。夏の恋はフェードアウト、気づかずに消える幻。ちゃんと今日で終わりなんて線も引けずに、いつの間にか何さよならとか言わないまま、海の家が壊されて、毎日会ってたのに顔気になって、知らず知らずに1ヶ月
優しく。海岸の道も人影少なく、僕は夏の土産探したあの星座。色が落ちた日焼けは君の思い出と、後ろめたい何かが胸のどこかに残る。なぜか今も思い出してしまう。虫の声リングレットをわかっとアウト、突然に終わらせよう。そんな引き捨ても情けないし、自分が惨めになるだけ。ごめん、ここからはドア閉めて他人の二人でいよう。本当は本音じゃなくて、だって前だったのに、もうあれきりで会わないつもりだったけど、バンドエイド息には剥がせないよ。思ったようにならなくて、気持ちをコントロールできやしない。フェードアウトもカットアウトも自分の都合じゃ無理なんだ。恋なんて制御不能。誰に何を言われても僕は諦められないよ。今になって君をこんな好きだなんて、季節は過ぎてるのに。夏の恋はフェードアウト、気づかずに消える幻。ちゃんと今日で終わりなんて線も引けずに、いつの間にか何さよならとか言わないまま、海の家が壊されて、毎日会ってたのに3日おきになって、知らず知らずに1ヶ月会ってなかった。バンドエイド息になって、バンドエイド剥がせない、このままずっと。ありがとうございます。フォローしてくれた方もいた、ありがとう。いい曲、めっちゃ好きな曲です。夏曲、夏曲にしよう。夏感じた。よかったです。そう、あとさ、今気づいたけどウェルカムコメント書き直す、今思い出した。よいしょ、はい、何にしようかな。これにしよう、夏曲にします。 HKT さんです。気配は昨日より眩しい青空、トンネル抜けたようにある日を境にハレーション起こす日差し、髪を束ねてポニーテールにする仕草を投げたいくらい見てきただろう。そうさ、今年こそちゃんと言おう。ずっと隠してた心の内、好きだっていうこと。23年見合い越し
砂浜で脱ぎ捨てられんように、君と波打ち際走りたい。スニーカーなんかじゃすぐに脱げないだろう、恋はもっと衝動的なものさ。ミーサーでキスをしたい、カッコつけた手に合わないから、裸足の方が自分らしいし、友達としてのその足跡から恋人の足跡つなげよう。キンキンに冷えてるラムネ一気飲みしてむせて、僕たちなんて会以上は最後だね、こんなチャンス、この夏逃したらもう二度と好きだって言えない。 T シャツは恋の季節、太陽が照りつけてる間に君と思い出の日焼けしたい。大人になったら間に合わなくなる、今しかできないこと今やろう。あ、夏が来ると道サンダル、同じものを買ってしまうよ、どこかになくしてしまうのはなぜ、僕の七不思議だ。二三で海へ行こう、砂浜で脱ぎ捨てられんように、君と波打ち際走りたい。スニーカーなんかじゃすぐに脱げないだろう、恋はもっと衝動的なものさ。ミーサンレッツをしたい、カッコつけた手に合わないから、裸足の方が自分らしいし、友達としてのその足跡から僕たちのミーサン、さざ波がどこかへ持ってゆく。ございました。本会司会で歌い、本当にありがとう。あ、可愛い、ありがとうございます。何にしようかな。夏曲。夏曲かなこれ。夏曲じゃないかも。絶対夏曲じゃない。待って、違うのにする。どうしようかな。あ、これにしよう。歌えるかな。あ、ちょうどさよならクロールを入れました。びっくり。逃げ水、あ、逃げ水いいな。すごい。丸い部位が浮かぶ、遊泳気運
足のロープまで連れてって欲しいけど無理よ。あなたみたいに泳げないし、タオルにくるまってちょっと拗ねてた太陽のシーズンを独り占めしたかった。切ないクロール泣きそうよ。なんだかあなたを追いかけたい、どこまででも。切ないクロール秘密の憧れ、水泳部の練習、花見から見てた跳ねるときめき。学校のプールとは違う、大人たちの海原、自由っていつも広すぎるね。ロマンスの先に進めないわ。あなたはあの日の少年のまま、ずっと誰と競ってどこへ向かって泳いでるの。さよならクロール青い海、キラキラ、あなたの焼けた肩が波を分ける。さよならクロール、こんなに好きなのに、砂浜の気持ちを分かってくれない、夏の意地悪。砂浜の水着の跡消えるように、思い出クロール、どんなに好きでも夢を見るハートに酸素が足りない、恋の息継ぎ分かってくれない、気づいてくれない、風はため息。ラムのありがとうございます。ありがとうございました。何にしようかな次。え、めっちゃ歌いやすい音程だった、思ったより久しぶりに歌った気がする。私さよならクロール、なんかなんとなくそんな感じがしました。乃木坂さん、あ、フォローありがとう。あ、待って、クマさんありがとうございます。ありがとう、バラもありがとうね。よし、次は乃木坂さんです。
私に切り取られた。僕は大人になって走らなくなった。ミラージュ、遠くから見たとき、道の向こう側に水たまりがあったんだ。近づいたら不意に消えてしまった。目指してきたのにどこへ行った。あの夢ミラボール、ありがとう。芝生のスプリンクラー過ぎるその季節を止めようとする。半袖を着た人はカーディガンをいつ肩に羽織るのか。やりたいことはいつもいっぱいあったのに、できない理由さ探していた。君と出会って青春時代のように夢中になれたよ。そこにあるってこと信じるまっすぐさが生きてく力だよ。ミラージュ、遠くから見たとき、道の向こう側に水たまりがあったんだ。近づいたら不意に消えてしまった。してきたのにどこへ行った。あの今歌ってる時に歌いたい曲を思いついた。
この曲にします。今はありが似合わないで、ある日誰かから言われて傷つく。真夏の太陽になってでしょ、部屋に引きこもっているようで、本当の私を分かってない。風に吹かれて走るのが好き、高校生どこへだって連れ出して、強い日差しを浴びたい。色白な肌がどれだけ日に焼けてもいい。心その奥にある臆病さが、光と神聖な空気に反応して、私は変わりたいだけ。いつも思われているのはどうして。漫画を読むのが趣味なせい、ずっと勝手しめてるイメージ。確かに私は人見知りで、友達とかはそんなにいない。誘ってよ、知らない世界を聞いたい。もう一人の自分どこかで期待してるわ。きっと使ってない葉緑素が命の養分になって、元気に輝く葉っぱのように。連れ出して人に日差しを浴びたい。色白な肌がどれだけ日に焼けてもいい。心その奥にある臆病さが、空気に反応して、私は光合成。どこへだって誘ってよ、知らない世界を聞いたい。もう一人の自分どこかで期待してるわ。きっと使ってない葉緑素が命の養分になって、元気に輝く葉っぱのように。どうしようかな。次は48を歌いたい気持ち、何にしよう。調べるAKB48 で調べる。あ、ありがとうね。どうしようかな。定番はなぎいち、確かに。なぎさで一番かわいいが、あな、モテ速度モテ速度もういいよやったよ。結構カラオケでは一回も歌ってないけどそう、モテ速度というやつが、イエイエイエイよりもスピードじゃないで、ゆっくりと、
の一番すぐそばに、あだだだ何も変わらずにと言いつつギンガムチェックを歌います。
次何歌おうかな。STU? STU 全然歌えない一曲しか歌えない。花は誰のものしか歌えないSTU さん、なんかおすすめされてもらしてもらって聞いた曲は何曲かあるんですけど歌えない。そう、あ、バチバチバチ、ありがとう。渡り鳥、渡り鳥か、うんいや無理言ってごめんじゃない、全然ごめんなさい、私が、ね、勉強不足なの。そう、一番聞いてたのどこだろうな。そう、小声になっちゃうとこもくる、公園出る気がする。嘘、高音出るかな。テンテレンテレレン、テンテレンテレレン、チャチャリャ波乗りかき氷、あなたの好きなもの、三つ目には私を好きになってね。ドレミソラシド、ドレミソラシド、ドレミソラシドね。ドレミドレミドレ、こんな好きになると、どうしよう、待って、悩ませてちょ、めっちゃ曲がある、ちょっと待って、どうしようかな。どうしようかな。走るべきさ、だだだだだ、日向さんの曲はね、あ、夏曲、ドレミソラシドじゃないけど、あーでもな、前も歌ったんだよね私が好きな曲偏ってるからさ、ちょっとみんなまたこれってなるかもだけど歌えます、日向坂さん夏曲だから。あ、入れちゃった、ちょっとこれ前も歌ってた。答えが見つからないで、こっちはどっちだろう、僕ならここにいるよ。月明かりが道を作るみたいに、真っ暗な道を手探りして歩いてゆく。こんな真夜中過ぎ、家から抜け出して、この街を見下ろす丘で煽っていた。何にも見えないけど、すぐそば確かに愛があると感じてる。見たことない魔物が出てきたって、絶対そこから逃げ出さないでよ。恐ろしいものは幻覚なんだ、僕らの約束を試してるだけ。それでも前へ進む、それとも引き返すか、そう僕を信じてくれないか。しまったのか、胸の奥の不安、行方遮られても足を止めないまま一気に走り抜けよう。何かが見えてきたよ、ポニテのシルエット、幻想かもしれないが、一番怖い魔物
した雑念は消えてゆくはず。それでも愛してるかもちろん愛している僕たちはもうすぐ会えるはず。生さんの曲、夏曲です。そう空まで届け、なんだっけ、心にキュン体感。そう、四期生さんの曲を歌おう。いろんな、歌えるかな。いや、歌えるはず。そう、4期生さんの曲を歌っていきます。なみなみかき氷きたい。待って、練習しておく。ちょっとね、寂しく歌えないなんか一回カラオケで行った時にね、歌ったの。そしたらね、びっくりするぐらい歌えなくて、びっくりしちゃったの私遠くから憧れていたその清楚で凛々しい先輩の姿、坂道のあの高校と同じ制服を着たい。その夢が叶った鏡に自分を映してぐるりと一周回った。エンブレムにふさわしい未来、汚さぬように頑張るしかない。4番目の光を探しに行こう。どこかにきっとあるだろう。私たちの世代だけどその輝き、新しい色
素敵な場所にいられたことを誇りに思えるように輝こう。4番目の光を探しに行こう。どこかにきっとあるだろう。私たちの世代だけのその輝き、新しい色になる。まあもう30分、今日エッサだからさ、9時までだから何歌おうかな。歌えないな。うん、どうしようかな。ハッシュタグ好きなんだか。いいよ、ハッシュタグ好きなんだにしようじゃん。ハッシュタグ好きなんだ。あれ、ハッシュタグ、ハッシュタグ、ハッシュタグ好きなんだ。僕はつぶやく、この胸の熱い気持ち、 SNS 上げてみた。いつものグループみんなで渚で騒いだバーベキュー、あいつと彼女はいい感じだね。君と僕は仲が良すぎて冗談ばかり出る。真面目な顔をお互いするだけでか。スイカ割りをしようなんてみんなで盛り上がっているけどさ、その前に片付けようか。悪いやつが僕たちのこと気づいて早い。
なる。大好きな人となる。あ、まだ全然歌える。ありがとう。何にしようかな。セブンティーン、今でも君が一番だ。卒業アルバムの右の端。これ入ってないから入ってないから、うん、あの夏の表にもしおさえが聞こえる。思いはいつもないのようにずっと打ち寄せる。君のこと好きすぎて僕はもう溺れそうで、心の中に壁作って、地平線の向こうに愛を感じてた。じゃらららららら。あ、どうしよう、悩みます。なんか歌いたい曲あるんだけど、誕生日に歌おうって思ってる曲をなるべく歌わないようにしてて、どうしようかな。月曜日の朝、スカート切られた満員電車の誰かに見られたんだ。夕日は沈む空を見ているか。乃木坂さんにしますね急に乃木坂さん歌うね。どうしようかな。青沢が夏のどんな。待って、ちょっと待ってください。ここじゃない、そう、どこか。だだ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 。待って、どうしよう。全然夏曲じゃないけど、この曲にするしようかな。他の星から。アナスタシア、扇風機、太陽ノック、傾斜する、防波堤。あ、待って、防波堤って言ってる人がいた。じゃ、待って、防波堤も歌うけど、あー、待って、他の星から。あー、どうしよう、どうしよう、どうしようかな。心がざわざわしてる最近。え、扇風機って入ってないの？嘘だ、入ってないわけない。え、入ってないんだけど衝撃の事実。一旦あの夏の防波堤を歌いながら考えます、何歌うか嘘、扇風機入ってないなんてことある？嘘だ、え、なんでないんだろう。歌えると思ってた。あ、フォローありがとうございます。あ、待って、リンゴスターありがとう。走る遠くの岬は僕のことを覚えているかな。君と二人でサンダル履きで
沈む水平線は誰かと誰かの曖昧な関係みたいだね。海と空とがくっつきそうでぼんやり滲んだ暗闇に旧の波。友達でなきゃいけないのかな。君の隣で聞きたいこと飲み込む星空の防波堤。もっとゆっくりと歩こう。ロマンティックな風に吹かれ言葉の内側。これ以上無理なんだ。一線は越えられない。どんなに星が綺麗だって触れられないくらい君が遠かった。確かにどうしようかな、何歌うか考えるとか言ってたけど全然さ思い浮かばなかった。好きな曲はたくさんあるんですけど、夏だからやっちゃおう。何度目の空が遥か瞼と、ひと夏の長さより。あ、歌えるかな。思い出だけ8月に歌う。8月に歌う。それがなんだかだだだだだ。水たまご、僕は誰だの口ならよ。今日は吠えないなね。あ、これにしよう。夏曲です。ターコイズのリン並べたような海。ああ恋人とそうやってきた今初めての砂浜。ほらちょっと冒険した。ああ水着が恥ずかしい。ああどことなくまあぎこちない。なぜ真夏の過ごし方。空の太陽がハート焦がしてる。あなたは立ち上がり海の家。お待たせロマンティックイカ焼き。なんか腹減って食べたくなった。棒に刺さってるあなたの照れ隠し。ロマンティックイカ焼き。こんな
ものもキラキラして見える恋は催眠術だ。二人で食べればラブラブラ。これ一人悲しいね。二人でこれやらないと。背中を焼いた後、ああお腹も焼かなきゃね。ああうつ伏せもそう、仰向けも今ときめいてしまうの。ほら誰か好きになると、はいアバターもエクボだし、ああ日常のあれそのすべてこれ変わって見えてくる。カッコつけないで心丸裸、あなたの実物大惹かれてるの。冷たいサディスティックかき氷、もっと直球で付き合いたいの。奥歯しみるけどそんな私も見て、サディスティックかき氷どこにもあるそんな夏がいいね。二人思い込む過ぎてく時間がラブラブラ。そう、この曲のコールが一番好きです私は。楽しくて。お待たせロマンティックイカ焼き、なんか腹減って食べたくなった。棒に刺さってるあなたの照れ隠し、ロマンティックイカ焼き。こんなものもキラキラして見える恋は催眠術、二人で食べればラブラブ。サディスティックかき氷、もっと直球で付き合いたいの。奥歯しみるけどそんな私も見て、サディスティックかき氷どこにもあるそんな夏がいいね。二人思い込む過ぎてく時間がラブラブラ。サディスティックの因果意味わかる。サディスティックかき氷のところめっちゃ好き私も。あ、フォローありがとうございます。ちょっともうこれは乃木坂さんを歌いたい気持ち、もうこれを歌ったらこれを歌うっていうのがあるんだけど、入ってないかもしれない。ちょっと今入ってなかったかも。え、入ってないなんてことあるの？ショックショックショック、やだ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 。入ってないなんてありえないんだけど、入っててほしい。入ってないかも。あ、赤さだな。は、入ってた、よかった。よし、入ってました。ちょっと好き好き好きよ、だけどまだまだまだよ。あのね、女の子はみんな慎重なの。ちょっと好き好き好きよ、恋は我慢が一番大事。いつの日かもっと好きになるんだから、ちゃんと
多分好き好き好きよきっとどんどん虜になる男の子は先を急ぎすぎ多分好き好き好きよもっとゆっくり進みましょう甘がみして二人じゃねあっているのしつけみたいに解いて降りるときあなたが寂しそうな目でそうなぜかキュンとしちゃって私がキスをしてあげた驚いた表情でこの先はお預けね多分好き好き好きよきっとどんどん虜になる男の子は先を急ぎすぎ多分好き好き好きよもっとゆっくり進みましょう甘がみして二人じゃねあっているの静けみたいに そうよ正直に言えば大好き分かっているけどお楽しみはこれからちょっと好き好き好きよだけどまだまだまだよあのね女の子はみんな慎重なのちょっと好き好き好きよ恋は我慢が一番大事いつの日にかもっと好きになるんだからちゃんと どうしようかなあと1曲いやでもそしたらギリギリになっちゃう気がするいやもう今日はここまでにしてカラオケはよいしょよし撮ったエッサコイサがあるのでねちゃんと9時前までに終わらせないそう思ったより歌ってましたあこんばんはそうえめっちゃ歌いましたね夏曲ばっかり私今日乃木坂さんをめっちゃ歌ったあっという間でしたね楽しかったありがとうたくさん歌ってくれてこちらこそあそうありがとう誕生日の瀬戸り気になるでも全然まだ考えられてない瀬戸り、うん、でも歌いたい曲を書いたけどなんかね絶対歌いたい曲があるんですけどその日までにカラオケに入るかわからない新しい曲をそう歌いたい
ありがとう、だこ。いかに野行したとかが分かる。確かに。フォロワーさん8人くらい増えてる。え、本当に？ありがとうございます。あ、くまありがとう。ありがとうね。またじゃあ、フォロワーさん2200人とかを目指して頑張ります。あ、ありがとう、タコ。意外と入ってないの。そう、なんか、え、扇風機さ、ちょっと探してみますね。なんかあった、なんでだろう。なんだ、エンドアンコールしたい。アンコール。アンコール前とか、乃木坂の歌とか歌いたくなる。歌いたくなると。あ、バラありがとう。ルワさん2112人に増えた。ほんと？ありがとうございます。すごい、増えてる。嬉しい。本当だ。ありがとう。ハウスよかった。お、本当に。うちの子も入ってないって言ってたような気がする。あ、本当？じゃないのかな。ざわざわしてる。イカ焼きからのハウス、そう。めっちゃ好きな流れ。どっちもあったらラッキーな日って感じ。バラありがとう。ありがとう、タコさん。2112はドラえもんが生まれた年。あ、そうなの。知らなかった。そう、ありがとうね。お楽しみはこれから、ちゃ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 。よし。でもその前に100日があるから、乃木坂古いの。え、でも私もそうだよ、私もそうだよとか言って。そう、最近、あ、でもチートデイはめっちゃ聞いてる。よろしくチートデイ。今日月曜日だった。え、そう、今日月曜日だったんです。何気に。あおちゃんが100日なのよね。あ、そう、それ見ました。ちょっとだけ見た。100日だったんだね。すごい、めっちゃ掛け持ち。乃木坂歌うときノリノリになる。そうなんだよね、なんかノリノリになる。他の星から知ってるのは好き。え、知ってるよ。私多分なんだけど、乃木坂さんは全曲知ってると思う。乃木坂さんはね、そう、多分なんですけど。ありがとう、ハート。1時間以上配信して、そうだそうだそうだったみたい。ありがとうございます。ハートもありがとう。では55分なので、そろそろ男女読みをします。そうなんです、実は乃木フェスをやってたので、曲をたくさん知ってるんだと思う。もうやめちゃったけど。では男女読みします。13位まさふみさん、ありがとうございます。12位ハッピーさん、ありがとうございます。11位チーボー、ありがとうございます。10位アンザさん、ありがとうございます。9位ヒサキさん、ありがとうございます。8位パイナップルさん、ありがとうございます。7位昼休みさん、ありがとうございます。6位大関さん、ありがとうございます。5位志保さん、ありがとうございます。4位セッテンガーさん、ありがとうございます。3位コミュニストさん、ありがとうございます。2位おとぼけさん、ありがとうございます。そして1位メープルなおくんさん、ありがとうございます。よいしょ。あ、タコさん、ありがとう。ありがとうね。長時間、意外と長くなりました。ユフェス今日まで山のイベント。そうなの。最後の最後でやってなかった。そうだったんだね。後で載せなかったくさん書いてくれ。お、ありがとうね。ではまた明日は何時とかからやろう、わかんないけど。チャンスはベトナムって。あ、そうなの。応援してる、ありがとうございます。可愛かった、ありがとうね。ではまた明日は、何時からやるかな。明日チャットで送ります。でも夕方とか夜とか昼じゃない時間にやると思います。ではありがとうございました。バイバイ。おやすみなさい。あ、え、そう。